あ、引き続き私実況は六吉が、務めさせていただきます。霧雨マリサ、ファンタズム、ボタン配置をカスタマイズしてますね。ジャップさんは C ボタンをショット、 A ボタンを低速移動にしてますね。ファンタズム私も初めて見るんでちょっと楽しみ。これってエキストラと結構違ったりするんですかね。あー、ボスが違う誰かみたいです。うわ、これやっば、これはちょんよけすれば問題なかろうと、これは分かってますね。まあ広い隙間がすごい遠いんで、まあちょん先安定なんですかね。いやでもこれ知ってないと無理だな。やっぱりファンタズムパターン性強いんですね。まあ、見た目は激しいけど実は時期狙いっていう攻撃が続きます。ああ、まあエキストラ同様、道中は多分ボムをどんどん貯めていくようなフェーズになるんですよね。結界を回しまくってボムのかけらをどんどんもらっていこうと。このドゥエイが2回目の、あ、1回目の結界レベルアップですね。でこのホレイが3段階目、最終レベルの結界ですね。結界は3段階あって、マリサの、あ、これかけらだっすか。ああ、これは撃破必須っすね。ボムってでも出しても全然 OK かな。さあマリサがウェイと言ったら、ああ、ウェイが1段階目で、ドゥエイが2段階目で、これが3段階目みたいですね。いやー、これはボムっすね。まあこれは、まあ見づらいもんはどんどん潜っていきましょう。どうせ結界いっぱい回りますからね。結界をいっぱい回せばボムのかけらがもらえるんで、それを、あ、確かに感じでのラストに似てますね。意識したのかは分かんないけど、まあでも感じでのラストはもっとむずいっすね。これはまだマシ。あー、なんか見たことある攻撃。これチレーレンの2ボスっぽいっすね。白の灰っていうスペルがあるんですけど、それに似てる攻撃です。いやー、ニヤッとさせられる。あー、出てきたファンタズムのボス、息吹スイカ。はい、あ、それで喋る、マイク取って喋るのそれ。さあ、ボスは息吹スイカですね。原作では東方水無双という格ゲーで初登場したボスなんですが、弾幕集では東方文化庁とか少数点作品でしか出てこない、原作というか整数作品の弾幕集だと割と出番は少ないキャラなんですが、電源系ではなんとファンタズムもボスを務めていらっしゃるみたいですね。さあ、どういう攻撃をしてくるか。これは中ボスなんですか、ボスなんですか。ああ、最初、ああ、なるほど、中ボスというよりはまあ前座みたいな感じだったんですね。ここから通常が始まると。いや、これ水出ないな。まあスタースマートでいいでしょう。さあ、弾3ボムゼロ、これはどういう、いや、物理的な。ずいぶん物理的ですね、このボス。曲がかっこいいということですね。確かによく聴いてると結構いい。
あ、岩をボス本体が吸ってで大玉に変化してくると、これは、あ、今すごいですね、結界で乗り切りましたね。なかなか見た目は激しいですが画面をよく見て溶けていってますね。なかなか発射エフェクトが激しいですね。いいですね。あ、まだまだスペルはいっぱいありますよ。うわー、これは初見殺し感半端ない。まあこれは知ってると言わんばかりにジャックさん避けていきますね。やっぱ原作の経験者はこういうとこでスキルが生きてます。次が怖いとのこと。さあ、残算ボム1ですよ。はあゆかりと違って楽しいと言ってますやっぱスイカは原作でも結構アゲアゲ系のキャラなんで陽気な弾幕が多いんですかね。見た目の、あ、見た目の圧倒がやばいです。そしてこのゲーム地味に死弾しても2ボムしか復活しませんなんか減ってますね。うん、てなんかいろいろと原曲が混ざってますがこれも粋な真似ですね。結構なんか東方としては早い弾幕が多いかな。結構密度で難易度上げてくるのが多いですけど電源系は結構弾速い方ですかね。いやーこれは結構、いやーこれはしょうがない。あ、さあこれもこれ復帰時が大事ですね。復帰した時にどういう位置にいるか。いいですね。あ、マリさんもテンション高め。あーなるほどね、スイカのテンションとマリサのテンションがうまくコンビネーション、相乗効果でない。これで増えるかな、うん、これで増えるね。これどういう弾幕、ああ、なるほどね。鎖の間を避ける、そこの隙間から炎が出てくるんでその炎弾を避ける。うわー結構むずいっすねこれ。いいっすね、割と順調じゃないでしょうか。弾速い。さあ、2、いやー、あ、またボブゼロに戻りましたですが結界は回ってるんでこの結界を大事にしていきたい。かすれるかな。あ、2段階いきましたね。ドゥエイは2段階目の合図です。これホレイが来ましたね。3段階目の結界に入ったのでまだ無敵時間延長です。そろそろなくなります。ありますね、ボム。さあボス体力も残り少ない。 OK ウェイプレイヤーの気持ちとマリサがリンクしてますね。いやー、マリサありかもな。ファイナルマスタースパーク、マスタースパークの性能がすごい素晴らしいですね。一発でかなり弾吸ってくれるから結界がめっちゃ回りますね。あー結界割れちゃった。まあボムゼロなんでここから気合いっすね。頑張ってほしい。下から生えてくる球をうまく持ち前の操作精度で避けていく。ここ
ボスの正面を取りながら避けるのは至難の技ですが、うまくノーミスで抜けましたね。さあ結界が再び発動、2段階目に移れるか。回りましたね。あーっと、まあ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 いいでしょう、ボムはない。あ、これも分かってる。高速直狙いですが、ちゃんと避ける準備はしていました。いいですね。いやー、じゃあこれがやばいと。いや、これは見づらいぞ。ボムはないですね。いや、これすごいな。まあボムゼロの時にこれすごい楽しいでしょうけどね。まあ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 、これはどういう弾幕？シュートだもん。ああ、もうボスが突っ込んできた。ああ、誘導必須ですねこれ。いやー、豪快な弾幕、弾幕というのかこれは分かんないけど。さあ残り1秒、 OK。 おとぎの国の鬼ヶ島、おお、原作ネタっすねこれ。これが最後っぽいっすね。あ、もう一個ある。あ、失礼。まあここはすかさず潜ってゲージを貯めていきましょう。まあちょっとゲージはまだ溜まんないから、こっから避けっすね。玉避け。うん、回りましたね。こっから結界を3段階目まで育てていきましょう。さあ頑張って。さあドゥエイがマリーさんもテンション上げていってますね。3段階目に来ましたね結界。これが終わったら多分ボムが入りますね。はい、ボム溜まりました。あ、まあボムってもう一回ゲージ貯めて結界を回そうという戦略です。うわ、何これうわー、これ、あ、そうなんだ、まだまだあるみたいですよ。これで終わったかと思いきや、おお、なんだお前まあご利用しますということです。残機も2機溜まりましたからね。あ、これ新弾幕結界、原作にもあった弾幕じゃないですか。ってことはこれ原作の受け方が通じる？ちょっと違うらしいです。まあノリはすごい似てますよね。ちなみにおそらくです、これ完全パターンなんで、あ、まあまあまあ、避け方というか避ける位置さえ分かればそんなに難しくはない はずです。やったことないんでちょっと分かんないですけど。はい、結界出ましたね。回していきましょう。ぐるん、 OK。 確かにここら辺とかちょっと原作と違うな。まあ結界が回ってるんでこれを大事にしていきたい。うわー、ちょっと危なかった。まあこれもボム一発撃てりゃ終わりっすね。ボムもいらないか。あと3秒、 1OK。 いやー、お見事っすね。さあジャップさん、マリサでファンタズムクリアとなります。おめでとうございますさあちょっとファンタズムエキストラと連続でクリアしていったジャップさんにコメントを聞きましょうか。超気持ちよかったらしいです。確かにスイカはすごいテンション高めの弾幕で覚えるとすごい楽しそうですね。また一つ電源系の魅力を知れたと思います。
り陰キャのゆかりと違って何言ってるんですかのがすごいいいかなって思いますね、スイカは。